はい、皆さんこんにちは、三浦 TV です。妖怪ウォッチ元祖やってきます。僕はいつもですね、妖怪ウォッチの本家をメインの方にやっているんですけど、12月13日に鬼進化っていうのがありまして、妖怪ウォッチの元祖を持っているとジバニャンの S ランクが仲間になってくれるんですけど、ただそれ条件があって、クリアした後じゃないとあのジバニャンが仲間になってくんないんですよ。で、僕ね、まだ元祖まだクリアしてないんですね。今やっているのがその元祖と本家のね大合戦のところなんですけど、今回はものすごく中途半端で途中なんですけど、こっからちょっとストーリー実況というのをね久しぶりにやっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速、今本家くんが元祖の方に攻め込んできているんで、それをちょっとね守りに行かなくちゃ。うん、行こう。こっちだ。相当久しぶりだからわけが分かんない。そう、この守り鏡に、あ、こいつが本家なんだね。ダルダルマ、違う、ゴリダルマか、違う。ダルマッチョじゃねえかよ。なんだお前らは。このダルマッチョ様は今忙しいんだ。さっさとこの守り神をぶっ壊して元祖の本陣を落とさにはならんのでな。日頃のトレーニングの成果、まずはお前らで試してやる。ダルマッチョだけで来たんだ、すごいね。あ、まあこれが一応僕のメンバーなんですけど、あっと、結構ダメージ食らう。余裕かと思ったら結構ダメージ食らうぞ。ちょっと待って、ダルマッチョ結構強いな。痛い。痛い。あのね、あのメインでやってた本家の場合はワルニャンにしたんですけど、今回はねトゲニャンにしました。お、来た、金のさすらい玉。おわーっとー、取りたかったのに。お、勝った、なんとか勝った。あ、そうかそうか、トゲニャンね最近ゲットしたばっかりなんでレベルが低いんだな。うん、ふう、ここはもう大丈夫そうですね。では一旦本陣に戻って大将さんに報告しましょう。うん、じゃあ戻るか、元祖の大将。さあ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 、あ、ね、元祖にしか妖怪、元祖にしかいない妖怪もね、もちろんいるね。これ脱線者、迷い車、どっちだ。わかんない。これがムカムカで、そうだね、ムカムカでだね。よっしゃ、戻ろう。うん、土雲。おお、話は聞いたぞ。よくぞ本陣を守ってくれた。これでこちらの守りは万全だ。あとは攻めに転じるのみ。そこで本家の本陣へ攻め入るのにお主たちも加わってほしい。あ、そう、今ねオロチが本家に攻め込んでいるんですよ。三浦君どうします？分かった、俺やってみる。助かる。ではまず最初にエンダーエンダーのとこへ向かってくれ。エンダーエンダー、どうして？行けば分かる。この本陣の南東に変わった石があり、そこでエンダーエンダーを待たせてある。詳しい話はエンダーエンダーから聞くといい。うん、わかった。どこだって？南東だって。南東、あ、ここだ、こっちだ。あ、いた、エンダーエンダー。これ何やってんだろう。うふふ、待ってたんだから。じゃあ早速説明を始めるね。ここから先はただ戦っていくだけじゃダメよ。元祖と本家でお互いに結界を張って敵を先へ進ませないようにしているからね。じゃあどうしたらいいにゃん？ここからは陣取り合戦をしてもらうの。目の前にあるこの石を使ってね。石を使った陣取り合戦ですって？ええ、この石は原っぱの中にあるんだけど、不思議な力で結界を張ってくれるの。それでは元祖も本家もこの石を使って結界を張っているのか？正解！使
う石が多ければ多いほど強い結界が張れるようになるのよ。つまりこちらの陣営で使う石を増やせば増やすほどこちらの結界は強くなり、相手方の結界は弱くなるということですね。ちなみにどちらの陣営がその石を使っているかは石の色でわかるようになっているわ。元祖ならば赤、本家ならば青って感じでね。あ、元祖が赤で本家ブルーだったんだね。知らなかった。ありがとうエンダエンダ、俺たち行ってくるね。気をつけてね。あ、なるほど。だからそうか、本家の石を奪い返していけばいいのか。これ相当久しぶりにやるからもう忘れちゃったよ。あ、まずはこれだね。あ、戦ってる戦ってる。あ、これが元祖か。おいおい、大丈夫かこれ。今のオイラならいける。オラオラオラぐぬー。おい、こいつに負けてんのかよ。脱線者。お、一つ目こそ。あー、でもやっぱめっちゃ強いんだろうな。あー、ちょっと、あー、回復してくればよかったな。ジバニャンも結構やばいし。あー、そうだね、回復するアイテムが全然ないんだけどさ、どうしようかな。タケノコあんま使いたくないけど、まあいいや。うん、ジバニャン。あ、そんな大したことないか。さっきのダルマッチョに比べたらそんな大したことなかった。よかった。さっきのダルマッチョめっちゃ強かったからな。お、いい感じいい感じ。うん、早送り。なんで俺座敷わらし入れてるんだろうな。座敷わらしってちょっと弱いからな。お、倒した。うん、経験値156。お、キュウリ。こんなキュウリいらないよ。脱線。危うく脱線しちまうところだったぜ。助かった、ありがとうな。おっしゃ、まず一つゲット。よし、別の場所行こう。これか。あー、なるほどね。すげえ豪華だな。これ白壁でしょ。で、これはなんだっけ、金閣か。どっちの妖怪の方がいいんだろうね。ほほほ、この勝負わしの勝ちじゃ。くぅ、このままではちょっと手伝ってくれ。なんか元祖の妖怪なんか頼りない。あー、銀閣も来たか。あー、なるほど、こういうメンバーなんだ。硬そうだなこのメンバー。ちょ、あー、ちょっと早送りした方がいいな。あー、でもそんなことなかった。このプラチナ、あ、銀閣がどうしてもプラチナ閣に見えてしまうな。あ、来た来た、あ、刺された。あ、弱い。よし、トギニャンやられちゃったけど勝てた。うん、経験値226。お前のおかげで助かった、礼を言うぞ。よし、もう一つまたゲットできたけど、これあと何個奪い返せばいいんだ。これで終わりかな。あ、これね、クワガタの方が元祖でカブトムシが本家だったんだ。お、なんかすげえなこれ。何この爆発。何これ、危ないな。うん、武者カブト、よし行こう。でちょっとトゲニャンがやばいんで、トゲニャン下げて。
そう、座敷わらしとカッパをメンバーに入れていたのはですね、あれなんですよ、時を奪うねをね倒すときに慶三の友達妖怪だけで倒したら結構あれかなと思って最初入れていたんですけど、他の妖怪たちも、あの人魚とか、なんだっけ、カラカサお化けとか入れていたんですけど、ちょっとあまりにも攻撃力がなさすぎてやめちゃったんですよね。だから座敷わらし入ってるんですよ。そう、カラカサお化けとか、なんだっけ、クダンとか入れていたんだけど、ちょっとね攻撃力がなさすぎたんで、その妖怪たちを外してトゲニャンとかね、他の妖怪たち入れたんです。よっしゃ、これで全部ダッシュしたのかな。まだか、まだだ。あ、これはプライドン、プライドンはこれ本家なんだよね確か。この拠点が欲しければオイドンに倒してからにするばい。待てよ、ちょっと待ってよ、このプライドンは結構強そうだな。これやばいな、これちょっと慎重にいかないとまずいな。早送り、どうかな。あ、やっぱ硬いプライドン。お、倒した。うん、みんなすまん、負けてしまったばい。まだかまだか。あ、多分こっちを取ればこれでおしまいだな。これで多分おしまい。うわーわーわー、なんだこれ、この何この妖怪、なんだこれ。あー、やめたいしか。よし、この拠点を取れば全部取るんだな。うん、あー、なんかちょっと嫌な、うん、なんか飛来心結構強かったような思い出がある。どうしようかな。ギョギョッピって結構弱いんだよね、雷系にまあいいや。あー、やめて。よし、行こう。うわー、そう、すげー食らうんだよ、やめてくれうん、で、メンバー、お、あ、そんな強くなかった、よかった。うん、充電してくるこれで全部、あ、うん、おそらくこれで結界は解けたはずです。さあ、本家の本陣へ行きましょう。あー、本家ね、うん、本陣、いきなり本家の大将と戦ってしまう感じか。あ、いけないじゃん前に。なんですって。これはどうやら本陣の周りに強力な結界が張られているみたいですね。また結界、どうすれば解けるの。ちょっと周りを調べてみますか。きっと何か手がかりがあるはずです。ああ、そういえばこんなのもあったな。こいつか、おにぎり侍か。ちょっと待てよ。あー、ちょっと回復したからの方がいいかな。いいや、やっちゃえ。拙者の名は焼きおにぎり。この本陣まで攻め入るとはお主やるな。だが拙者はこの本陣を守る防衛隊長、ここから先へは倒産。三浦君、手ごわそうな相手です。気をつけて。おとなしく逃げといた方が身のためだぞ。さもないと焦げちまうぜ。そうか、あ、一人で来たか。
っていうことはこいつめっちゃ強いっていうことだな、逆に言えば。いやー全然ダメージ入らない。いやー、なんかめっちゃ強いんですけど、うわーちょっと座敷わらし、ちょっと頑張ってほしい。うわー、あ、よかった、倒せた。よっしゃ、やりましたね。このまま一気に本陣まで行きましょう。おっと、そいつはやめておけ。拙者を倒しても本陣の結界は解けん。なんでだ。本家の本陣は北東の丘の上から張られた強力な結界で守られているからで、言っちゃってんじゃんもうどうしてそんなことを教えてくれるの。大事なことなんじゃ。気にするな、先ほどの勝負で拙者を熱くさせてくれたお返しだ。行こう。何、まだ結界があるはず。結界があるんだって、こっちか。ちょっともうそろそろ回復しないとちょっとまずいんだけど、こっちか。ちょっと戦いたくなかったんだけどザンバラと人任せんにも似てる。よし、じゃあ行くか。戦うつもりなかったんだけど話しかけちゃった。行こう。ここか、結界っていう場所は。こっちか。どこだ。あ、いた。あー、なんか人数多いな。なんということでしょう。これでは守り鏡に近づけませんよ。どうしよう。ここは私に任せろ。あ、オロチか。あ、強い。やっぱりオロチ強い。じゃあ行こう。三浦くん、今のうちです。早く守り鏡へ向かいましょう。この守り鏡がちょっと、あ、違う。この無理壁がちょっと気になるけど、何なんだこれ。あー、戻れないってことか。よし、行こう。あー、最後はこいつが相手になるのか。手強そうだな。おめでとうございます。何がそんなにおめでたいかって。それはな、お主らがこれからわしの傘回しの餌食になるからさ。守り鏡まであと少しです。このまま一気に突っ切りましょう。よし、今回はこいつを倒しておしまいだな。倒せるかどうかわかんないけど、よし、このメンバーで行こう。あー、結構硬そうだな。うん、うわー、やばい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 。うわー、トゲにはやられた。うわーちょっと待てよ待てよ。いや、一応メンバー変えて。あー、まずいなこれ。うわー、座敷わらしの回復全然回復できない。
あ、でも、あ、よかった、倒せた、よかった。うん、あ、あんなに苦労したのに経験値79だって。おっしゃ、あ、こいつを壊せば結界が解けるのか。うん、あれ、そういえば結界ってどうやったら解けるの。え、ちょっとお待ちを。確か妖怪通販にいいアイテムが。そんなものを待っている時間はない、俺に任せろ。あ、壊した。しかも紙の針線って。あなたね、こういう妖怪関係の装置は扱いが非常に難しいんです。そう、ブラウン管のテレビじゃないんだからさ、叩いてどうにかなるってことないでしょ。何にも知らない素人が下手に触ると恐ろしいことに。あ、こわ、止まったんだ。すごいよ、冬にゃん。あ、オロチ、よくやってくれた。ありがとう。なかなか大したやつだな。今度は私の番だ。ここの守りは任せてくれ。本家の連中は本陣の結界を復活させるためここを取り戻しに来るはずだからな。え、でも敵の本陣はどうするの。それは三浦たちに任せる。私の分もしっかり頼むぞ。うん、そっか、じゃあいよいよ本家の大将に殴り込みか。うん、大釜だったっけ、あいつ強いんだよな。うん、あいつちょっと強いんで、本家の大将と戦うのはまた次の動画にしよう。はい、ということで今回はですね、ここでちょっと終わりたいなと思います。